はい、こんにちは、まめと申します。今日はカプリッチョ実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということでいますチビドロのやばいやつがいるんですけど、やばいやつがいるのでここら辺から調べていきたいと思います。もうね、もう私慣れましたよ。金玉学園、7回第3の簡易、保健室のマットナース、あ、全部のあれが見れるのか。この学校に、この学校が建てられる前、そこには大きな病院がありました。これでも、見たやつだよね。うん。ですね。ということは、他のやつも見れるのかな?ここら辺とか。はい。いい!バグってる!なんだろう。怖っ!え、待って、でもさ、赤い、なんか書いてるね。異常パー。あ、まだ、ボソギアさんをだ、わかんにゃいねえ、わかんにゃいねえ、わかんにゃいねえ。なんだろう。トイレの花子さん。校舎を3階一番奥トイレノックして遊びましょうと入ってくる。はい。叶えてくれるんですよね、なので。逆に退屈させてしまうと、おもちゃにされて殺されてしまう。そういえばさ、おとなしくんは何を願いたいんだろうね。あ、これは知らないぞ。金玉学園、第7回。違った。第2の回、永遠回廊ラビリンス。文字がかすれていて読めません。出てくることはないのかな?いや、出てくるかな。金玉学園7回、第4の回、自殺少女。これも知らないね。読みません読みなかった。図書室の図書室のなぞなぞちゃん出てきた。気が済むまでなぞなぞを出してくる。私さ、頭めちゃくちゃ硬いから一問も解けなかったからどうしよう。はい。生首少年追ってくるのかな。金玉学園は昔サッカーの強豪校として知られていた。その全盛期のサッカー部を率いていた少年、彼は誰よりもサッカーを愛し熱心に練習していたけれど、ある日大きなトラックが校庭に突っ込んできた。校庭ではサッカー部の生徒が練習をしていた。練習に、熱中していた少年はトラックの存在に気づかず勢いよく跳ねられて死んでしまった。その拍子に頭部が弾け飛び、力なく横たわった少年の死体の、傍らにべちゃっと潰れ落ちた。少年の不幸な事故から数日後、一つの噂が広まった。首のない少年が人間の頭を切ってリフティングをしている。ぐちゃりぐちゃりコンコンべちゃりそんな生々しい音を立てて、それが死んだ少年の霊だと思った人々は少年の墓場にサッカーボールを備えた。翌朝墓を見るとサッカーボールは消えていた。しかしその夜、また生首でリフティングをする少年が現れた。以降、少年の墓には毎日サッカーボールが備えられるようになったという。なるほど、毎日置かないと犠牲者が出るんですね。はい。生贄人形。触れてはならない。単純にじゃあ触っちゃいけないだけっていいのかな?そう、あのね、気づいたんですよ。アイテムのさ、鍵を見るとさ、汗臭いとかさ、血生臭いとかさ、果汁でベタベタするとかね、書いててちょっと笑っちゃいました。はい。ということで、続きやっていきましょう。ここら辺も読めるのかな?歴代、金玉学園、園長。金玉最強、金玉なえだ、金玉マックス、金玉みこと。最強ですね、本当に。うん、最強さんがね、ナエタとかマックスとか名付けていったんですね。あ、まあ、ナエタまでか。ナエタがマックスを、マックスがミコト、ミコトがね、一番、まともですね。はい。あれ?ああ、なるほど。ずっと続いてるってことでいいんですよね。え、続いてるの?でも5代目、6代目ってなるのに、同じ名前、え、どういうこと?気になりますね、そこも。はい、歴代、金玉学園、園長。あ、これ見ましたね。今見たやつ。間違えた。また見ちゃったよ。もう最強。金玉最強です。教員名簿。これもすごそうだな。変態、
双神、おっぱいですよね。呪いだよ。テンパテンパ。あ、テンパがさ、現代社会、あ、ただ同じ、あれか、つきまた、これはストーカーの先生なんでしょうね。机の上に写真を置いていた。天才、天才、天才、天才すぎて、本当に。すごいね。天才先生持ちすぎですよ。ネクラ私かな？私ですね。家庭科は非常勤講師、情報も非常勤講師、ね、保険は解剖先生と。教員名簿がなぜこんなところに、そうだね。後で回収しなければ？体育の先生の名前がない。忘れられるなんて。相変わらず影が薄いんだね。薄い先生、名前からして薄い。ネクラも薄いと思うんだけどね。あ、これですね。見ましたね。なるほど。なんでここにあるんだろうね。もう調べてくれってめっちゃスタンバってんだけど。特に気になる方はありませんか？ということで、行きますか。その前に、非常ベル鳴らしとこう。勝手に、イベント発生。ちょっと、何ですか、あなた。部外者は立ち入り禁止ですよ。その血は何ですか？誰の血ですか？先生、逃げるよ。待って、ちょっと待ってください。なんだろうね。これ出て行ったらさ、何ですか今のは。あれも怪異なんでしょうか。知ってそうだね。おとなしくん？うん、なんでもない。なんでもないよ。とりあえず、花子さんのところに行ってみましょうか。怪異なら何か知ってるかもしれません。じゃあ、花子さんのところに行きますか。ほい。もう一回戻ったら何かあるかなとかちょっと思ったんだけど、ここら辺はツーショットはないですかね。はい。何ですかあれは。あら、どうしたの？血濡れの男が追いかけてきたんです。何か心当たりはありませんか？血濡れの、血濡れの幽霊なら生首少年じゃないかしら。生首少年ですか。確か金玉学園7階の6番目でしたっけ。ええ、そうよ。これもしかしてさっきさ聞いたあれじゃない？ですよね。じゃあここら辺はちょっと、はい、図書室で見たのと同じでしたね。はあ。首を取られちゃったら死んじゃうよ。先に第五の階、図書室の謎々ちゃんのところに行こうよね。どちらからでも構いませんが、あの不審者、少年という体格ではありません、ありません。先生かわいい、噛んじゃった。ま、後々わかるでしょ。確かにでかかったよね。横綱級だったよね、めちゃくちゃ。学校、夜の学校では静かにごめんね、金玉金玉言って笑っちゃった。謎謎ちゃんのところに、じゃあまず、あ、回想かな。我ながら不幸な人生を送ってきたと思う。小学生の頃に事故で母親を失い、中学生の頃に父親が過労で死亡、そして先日唯一の肉親の妹が通り魔に襲われて死んだ。俺のために友達が泣いてくれた。俺のために親戚がいろいろと世話をしてくれた。我ながら不幸な人生を送ってきたと思うけれど、とても恵まれた環境にいたとも思うんだ。俺を引き取ってくれた、おばあ夫婦でいいのかな。俺を実の子供のように可愛がってくれた俺より一つ上の、あかね兄ちゃんでいいのかな。俺は実の弟のように可愛がってくれた。とてもとても優しい人たちけれど、みんなは必ず俺にこう言った。かわいそうなこと。恵まれているはずなのに、幸せなはずなのに、家族の死は乗り越えたはずなのに、どうしてだろう。その一言だけで自分が不幸で、とても惨めな存在になってしまった気がしたんだ。で、先生に何か言われて、どうして昔のことを思い出しちゃうかな。未練が残るよ。どうかしましたか？うん、
なんでもないよ。さあ行こう。ということで、なぞなぞちゃんですね。おとなしくんはでももう亡くなってる感がビンビンですね。ビンビンのギンギンの、やめとこう。あの不審者はいなくなったようですね。あとはなぞなぞちゃんをどう呼び出すかだね。お呼びですかい。来た。それでは早速なぞなぞ勝負といきましょうや。ルールは簡単。お互い3問ずつ問題を出し合う。答えるなぞなぞはこの図書室にある本を読んで解けるものだけ。1問でも間違えたら、あらそりゃ残念、地獄行き。Are you ready? おい、いきなり。では1問、今の金玉学園長、学園の校長先生の名前は金玉美琴、間違いない。正解。顧問の先生は誰？やべえやべえ、顧問、おっぱいかな、おっぱいかな。あ、よかった。そこまで見てなかった。最後の問題、この僕、図書室のなぞなぞちゃんは第何番目？やっべやっべ、覚えてない。5。あ、よかった。お、2問噛んでいったんだけどな、よかった。さあ次はそっちの問題っす。僕に答えられないなぞなぞなんてないっすよ、覚悟するっす。さてどうしましょうか。先生、ここは僕に任せてくれない？何か策でも？絶対僕が勝つよ。あ、でも怒らないでね、お願い。なんだろうね。じゃあ1問、俺の隣にいる先生のこと、解剖先生、彼の趣味は？はい。はい、時間切れ、答えは解剖。うえ、次行くよ。第2問、解剖先生の誕生日は？待つす、そんなのこの図書室に、図書室の本に書いてな。時間切れ、正解は4月29日。はい、じゃあ最後の問題、先生のスリーサイズは？わかんねえっすよ。僕もわかれませんから安心してください。君は言ったよね、使えるなぞなぞはこの図書室にある本を読んで解けるものだけって。まさか。そう、これこそが俺の秘密兵器、無限に至る魅力、先生の観察日記だ。俺はいつもこれを持ち歩いてるんだよ。俺と先生の愛の勝利さ。あはははそそう、そんなのずるいっすよ。ずるくないよ、僕の、愛の発想に愛の勝利。先生についてなら、好きな食べ物から舌の毛の色まで何でも知ってるんだから。そういえばさ、髪の毛白だから、わからないものはね、サイズだけさ、ね、あの戦闘時のサイズだけ没収。ああ、怒らないって言ったじゃん。言ってません。当たり前の反応ですな。それであなたが金玉学園7回第5の会員の。かわいい。はい、図書室のなぞなぞちゃんっす。気軽になぞなぞちゃんって呼んでください。じゃあなぞなぞちゃん、早速だけど、どうしてこんな危ないことを始めたの？謎解きに勝てなかったら殺すなんて物騒すぎる。花子さんも怒ってたよ。あっちゃー、カンカンでしたか。ちょっとしたお遊びのつもりだったんですがね、やりすぎちゃいましたか。遊びで人を殺すのは感心しませんね。殺しやしませんよ。ただそう言った方がみんな必死になって謎解きに挑んでくれますからね。でも言っていい嘘と悪い嘘があるよ。人を怖がらせるのは悪い嘘だ。そうっすね、悪かったっす。花子さんにも後で謝りに行くっす。お兄さんたちもごめんなさいっす。もうこんなことはしないって約束するっす。よしよし、素直な子は好きだよ。
あ、勘違いしないでね。一番は先生だから。しねえっすよ。どうでもいいっすよ。何はともあれ、これで解決ですね。うん。図書室のなぞなぞちゃん退治、これにて解決。へい、退治されやした。よかったら、また遊びに来てください。なぞなぞで遊びましょうや。はい。ちょっとね、若干、喉が枯れてるからね、可愛い声が出せない。まあ、いつも可愛くないんですけど。はい。世界は広いっすね。僕ももっと勉強しないと。ね。日記を持ち歩いてるなんて、これなんだろうね。間違えた。これこれこれ。え、これじゃない。なんだっけ、これか。え、どっかさ、なんかさ、読めないやつあったよね。これこれこれ。これ気になるよね。絶対何かあるよね。まあ、いっか。行きましょう。おいった。あれ？さて、これで全ての怪異の問題は解決しました。花子さんのところへ行きましょう。おとなしくん？ううん、なんでもない。先に行ってるね。行ってしまいました。行き先は同じですし、問題ないでしょう。僕も急ぎましょう。もう一回ちょっと寄っていいかな。花子さん、メラコルに行きましょう。ダメですね。あ、でも校長室は行けるんだ。行ってみよう。変わってないと思うけど、元気かな。誤解のないようにな。プル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 。なんだろう、後悔のないようにな。他の教室は行けないんだね。美術室は行けるんだ。行けるとこと行けないとこがある。気になる。あ、これそうだよ。この鍵どこなんだ。持ってないよ。まあ一回このままエンディング見ましょうかね。はい、行きます。ちょっとエンディングが何個あるかだけ調べてきました。ということで、一回セーブするか。よいしょ。いたところにセーブいっちゃった。まあいいでしょう。行きましょう、行きましょう。花子さん、ガイは退治しましたが、おとなしくんは来てないんですか？ええ、誰も来てないわよ。まったくどこに行ったのやら。ねえ、あの子のことどう思ってるの？金玉学園の生徒。ふーん、それだけ？ええ。少しでもあの子のこと大切に思ってるのなら、あの子の話ちゃんと聞いてあげて、お願い。え？なんだろう。昼休み、教室で友達と弁当を広げて食べていた。俺の弁当を見て、友達の一人がすごいと褒めてくれた。けど、お母さんが作ったのという言葉で、その場の空気は凍りついた。バカ、おとなしの両親は、別の友人が慌てて言う。その言葉にハッとして、俺の弁当を褒めてくれた友達は気まずそうにうつむく。気にしてないよ。そう言って笑って、俺はみんなから少し距離を取った。重かった空気も徐々に元通りになっていく。けれど、俺の心は晴れず、作り笑いを浮かべたままだった。気分が悪いのなら休みなさい。その時だった、あの人が話しかけてきたのは。白い服、白い肌、白い髪、血を吸ったような赤い目。太陽の光を浴びて佇むその人は、とてもとても綺麗だった。先生、嫌だな。このまま終わるのは嫌だよ。あっ！お前は、逃げなきゃ。マジで、18?17? なんだろう、このカウント。泣いてない！ちょっと、これか。違う。え？ 9?8?7?6? うわぁ、なになになに？どうしたらいいの？ 3?2?1? え？やだ、こっち来るなよ。またこんな目に。こんなことになるなら、無理やり先生を押し倒しておくんだった。最後の最後まで。うるさいですよ。あ、なんなん？
解剖先生。もしやと思っていましたが、やはりそうでしたか。この男、怪ではありませんね。人間です。学校をうるついている不審者といえば、なんとか先生。最近学園の生徒を襲っている殺人鬼でしょうね。しかしとても解剖しがいのある体をしていますね。早速保健室に運びましょう。学校をうるついてた殺人鬼。あ、超かっこいい、超かっこいい先生、これは惚れるわ。ふふ、やはりとても素晴らしい体です。もう少し大腿骨の方も。あは、おとなしくん、どうかしましたか。いや、先生が楽しいと俺も幸せだなって思って。俺、先生が笑ってる顔大す、大すげえ。それは黒歴史になるからやめなさいと言っているでしょ。男に告白したと君は将来後悔しますよ。一生に一度のお願いって言ったら、言わせてくれたらもう二度と先生に迷惑かけないから。返事はいらないよ。だから告白させて先生。言うだけで満足するのならちゃんと聞きましょう。ありがとう。大好きだよ先生。ずっとずっと愛していました。ありがとうございます。なんだか照れるね。ありがとう先生、本当に大好きだよ。はい。透けてる。おや、もう朝ですか。今日は家でゆっくり休みなさい。家まで送っていきますから。おとなしくん、もう殺されてたの？その朝、学校へ来た警備員の通報により警察がやってきました。予想通り、僕たちを襲ってきた不審者は巷で話題になっていた連続殺人事件の犯人でした。そしておとなしくんの遺体も発見されました。彼の遺体は美術室のロッカーに詰め込まれていたそうです。開かなかった、あそこだ。犯人は、被害者をすぐに殺さず、暴行監禁等により衰弱させた後に解剖し殺害する傾向があり、おとなしくんは後ほど解剖するためにロッカーに閉じ込められていた時に死亡したとのことでした。じゃあロッカーを開ければおとなしくんは助かるはず。ふとおとなしくんの最後の言葉が僕の脳裏によぎりました。返事はいらないよ、だから告白させて先生。最後ならもう少しわがままを聞いてあげたのに。悲しいほど空の青が眩しい日のことでした。やだ。あーなっこさん、遊びましょう。あなた、その姿。はい、君に会いに来たら殺されちゃいました。どうして、もしかして会員の誰かが。違う違う、それよりお願いがあるんだ。君と遊んだら願いを叶えてくれるんでしょ。ええ、でも生き返らせるのは無理よ。そんなのはどうでもいいよ。俺の願いはね、先生に告白すること。先生はね、俺の最後、俺の告白を最後まで聞いてくれたことが一度もないんだ。でも今先生も夜中の学校にいるんだ。この最後のチャンスを逃すわけにはいかない。それだけ？恋の上手じゃなくて告白だけ？うん、最後の願いになるのよ。本当にそれでいいの？いいんだ。だって叶わない、叶わない恋に生きるのは苦しいでしょ。だったらせめて最後にこの思いを伝えていきたいんだ。人は生ある時に生を嘆き、
死の間際に生を求める。けれど、あなたは違うみたいね。了解した。金玉学園7回、第1の回、トイレの花子がその願い、聞き届けましょう。せっかくだし、こういうのはどうかしら。最近、仲間の怪たちが暴走気味なの。だからあなたと先生の2人で。こう仕組んでたんだね。なるほど。でも、おとなしくんが生きるエンドが見たい。言ったわね。言っちゃいましたね。しかし欲のない子でしたね。最後の願いが告白だなんて、ピュアピュアっすよ。それがあの子の選択、あの子の人生よ。あの子のように悔いのない選択をして、生の執着を捨て去り、未練なくしてこの世を去ること。それがいかに難しいことか。でも、あの子はそれを成し遂げた。誰が何と言おうと、あの子にとっては最高の人生だったのでしょう。そうね、きっとそうだわ。だって、あんなに素敵な笑顔だったとの。花子さん、クールフェイスで噛んでいく。いってらっしゃい、おとなしく。良き旅路を。校長が普通にいるんだよな。はい。これさ、あのエンド2つなんで、おとなしくんが死なないで、あのセクシーするエンドがあるのかな。いや、今のわかるのは、やめとこう。はい、豆丸さん、面白かったです。エンドに収賄っていうことは、やっぱ生きてるエンドあるっぽいですね。成就させる恋が。はい。エンド1への生き方、おとなしと別れた後美術室へ行き。あ、3回調べるだけでよかったんだ。なるほど、1回しか調べないで出てきたもんね。はい。ということで今回はここで終わりたいと思います。次回最終回かな、一番いいエンド見ていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。